はい、どうもレインチャンネルです。今日はね、いつもとはちょっと風変わりな動画をちょっと撮ろうかなと思ってるんですけど、何をやるかっていうと、ワークマンの企画なんだけど、ワークマンのアイテムって僕ここまでも8、9、10、11月とワークマンのアイテムってかなりの点数紹介してきたと思うんですけど、その中でお前かなりの点数紹介してるじゃんって思うかもしれないんですけど、その中でも自分の中でいいなって思うベスト3アイテムっていうのをね、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。僕の中で勝手にベスト3っていう感じで作っただけなので、まあ、サクッとした動画だし、まあ、個人的な偏見も入った話になるので、参考に、まあ、真冬のアイテムとかその買い物の参考にしていただければいいんですけど、動画を撮った後にね、もちろん私服で使ったりなんなりとしてるわけなんで、来た感想なりもね含めてちょっと話していければなというふうに思います。で、まず最初第3位からなんですけど、第3位はこちらになります。メンリップ防風防寒ツーウェイジャケットというアイテムになってます。まあ、つい最近ですかね、これを紹介したのは、つい最近に紹介したアイテムなんですけど、このファー付きのコートですね、これかなり僕の中で秋冬買った中ではかなりお気に入りのアイテムで、今の時期だったらまだライナー張ってるぐらいでちょうどいいんですけど、この後の時期になったら、まあ前の動画でも言ってるんですけど、別売りのダウンベストとか買ったりとか、ダウン買ったりとかして防寒性能を上げることもできるっていう、こうツーウェイで着れるっていう、その温度調節もできるってところもね素晴らしくって、今回これを第3位とさせてもらいました。今秋着れるアウターだけど、もうちょっとすれば普通に冬用のアウターにも変更できるっていう、インナーを変えられるというか、ライナーを変えられるってところでね、むちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないかなと思って、こいつを今回選びました。まあ、実際買ってみて、で、今回これむちゃくちゃ売れてるらしいんですよ。人気商品というか、すごい人気のあるアイテムらしいんですけど、まあ、本当にシルエットもそうだし、全然安っぽくないというか、作りも悪くないので、上を見ればいくらでもいいものっていうのはあるんだけど、その価格帯3900円っていう価格帯の中で、むちゃくちゃいいアイテムなんじゃないかなと思って、今回これを選びました。これね本当に便利だし、その2900円ぐらいでダウンとかダウンベスト買ってつければもう真冬仕様にできるし、フードも外せるしライナーも外せるしっていうところでね、かなり使い勝手むちゃくちゃいいんで、もしまだ残ってる店舗とかあればね、これちょっと本当おすすめなんでね、気になる方は見てもらえればなというふうに思います。僕の中ではこれが第3位かなっていう感じですね。で、続きまして第2位なんですけど、第2位はこちらになります。第2位はユーロボア暴風リバーシブルフーディっていう2900円のボアジャケットですね。ボアパーカーというか、そういう感じのアイテムなんですけど、リバーシブルで裏地がナイロンになってるっていうところがすごく便利な、ツーウェイで使えるアイテムなんですけど、こいつが第2位ですね。今の時期まさにうってつけのアイテムなんですけど、まあファスナーが結構でかく取り付けられてるっていうところがアクセントにもなるし、まあボアっていう季節感もあるアイテムになってるし、その僕が 3L っていうオーバーサイズで買ってて、体型変化しちゃってかなりオーバーに着てるんですけど、そのガバッと着た感じもいいし、そのボアとかフリースの弱点の風を通してしまうっていうのも、裏側がナイロンなのである程度軽減してくれるっていうところもね、むちゃくちゃよくって、使い勝手の面とかシルエットの面でよくって、今回これが第2位という感じですね。まあ本当に今の時期よく着てるアイテムっていう感じで、中に T シャツとかカットソーとかでもいいし、まあ例えばトレーナーとかニットとかそういうの着てもいいアイテムなので、合わせる服っていうのはそんなに選ばないし、ジャンルっていうのもそんなに選ばないと思うんですよね。ストリートだろうがモードだろうがね、何でも着れると思うので、まあスポーティーなアイテムでも着れると思うので、そういう使い勝手云々も含めていろんな格好を楽しめるって面で、これが第2位かなというふうに思ったという感じですね。本当によく使ってるアイテムで、まあ今結構僕の方が体型がかなり痩せてしまって、サイズダウンしてて服ほとんど買い替えなきゃ見たくなってる感じなんだけど、こいつだけはダボっとした状態でも様になるなっていうところでね、むちゃくちゃいいなっていうところなんですよね。なので適正サイズで買ってもいいし、ダボっと着てもいいしみたいな、男女兼用でも着れるしみたいな、女の子が着たら普通にこれはこれで可愛いと思いますし、めちゃくちゃいいアイテムなんじゃないかなと思います。結構ね、防風止めでね、ちゃんとこのトレンドコにゴム貼ってあったりとか、そのところもね、風が入ってこないようにちゃんとゴムになってたりとか、しっかりした作りにはなってるんですよ。値段の割に2900円っていう値段の割になってるので、まあそこもねいいところだし、細かく見ればね安っぽく見えてしまうところもあるんですけど、本当に普段使いしやすいって面でね、こいつが第2位
位なのかなという感じです。まあ続きまして第1位ですね。まあここまで全部黒じゃねえかって思うかもしれないんですけど、なんかやっぱ黒多くなっちゃうんですよね。まあちょっとねそれは置いといて第1位の発表をしようかなというふうに思います。第1位はこちらになります。1位のアイテムはこちらになります。ちょっと黒だから分かりづらいかもしれないんですけど、お前結局最後まで黒じゃんって思うかもしれないですけど、やっぱ黒に偏ってしまうんですよね、好みの都合もあって。僕の中で黒ってもう制服みたいなもんなんで、そこはご了承いただきたいんですけど、第1位はムーブアクティブランニングウォームジャケットというアウターになってます。お値段のが1900円になってますね。簡単に言うとノーカラーのアウターという感じです。別に中綿が入ってるとかそういう系のアウターじゃなくて、かなり軽いアウターになってます。名前の通りランニングする人に向けてのアウターなので、すごい軽い仕様にはなってるんですけど、今回ね僕の中で1位はこいつかなっていう感じですね。まあ一番本当に着てるっていうアイテムなんですけど、まあなんでこれがいいのっていうところなんですけど、やっぱりノーカラーのアイテムっていうところで、僕自身はそのランニングどうのこうのっていう使い方は一切考慮してなくって、単純にそのファッショナブルに使えるかどうかっていうところだけを見てさっきからずっと話をしてるんですけど、まあ紹介してる時もいつも結構そういう目線で喋ってるんですけど、結構僕自身モードな格好であったりとかそういうものが好きな中で、こういうノーカラーのアイテムってまさにストレートにそういうアイテムだったりするんですよ、こういうノーカラーのアイテムって。でなおかつ使い勝手がいい、選択もできるっていう、使い捨てで使えるみたいな感じで使えて、まあそれなりに耐久性もあって見た目も安っぽくないっていう面でね、むちゃくちゃすごくよく使うアイテムで、下にパーカー挟んでもよしだし、ニット着てもいいし、タートルネック着てもいいし、こいつをインナーにしてもいいしって面ですげえ長い期間使えるなって意味で、こいつが第1位かなというふうに思ったという感じですね、僕の中のランキングですけど。他にもねダウンだったりとかいろんなもん紹介してきてると思うんだけど、考えてみた時に一番は間違いなくこいつだなと思って今回こいつを紹介しました。この後もワークマン多分紹介すると思うんですけど、多分この1位はもう覆らないかなっていう感じですね。そのダウンだったりとか真冬をしのげるようなアウターでランキング作れっていう話になってくれば全然話変わってくるんだけど、そうじゃなければ間違いなくこいつが1位だなという感じですね。そんな感じでね紹介をしてきたんですけど、本当に僕の偏見というか僕の意見のみの話なので、まあ見てる方から見ればいやそれはねえよとか思う人もいると思うし、まあ人それぞれ違うと思うんだけど、僕の中ではそういう感じだよっていう感じですね。まあ使用頻度も実際クソ高いですし、本当に便利なアイテムなんで、もし気になる方は見てもらえればと思うんですけど、で今回なんですけど、もう話したことは以上なんですけど、今回なんですけど、まあ3点紹介してきたじゃないですか。一応商品のリンクページを貼っときますので、そちらから商品飛んで見ていただければいいのかなと思いますし、インスタの方にね過去のコーデ画像全部載ってるので、そちらも概要欄にアカウント貼ってあるので見ていただければ、まあこんな感じだよっていうのはわかるのかなというふうに思います。で動画の方なんですけど、動画の方はわりかし全部ほとんど最近紹介したものなので、まあ動画の一覧見ていただければあこれかなっていうのすぐわかると思うんで、まあ、動画の方ももし気になったらぜひ再生していただければと思うんですけど、まあ、本当に自信持って自分の中で進められるアイテムっていうのがいろいろ買ってきた中で、この3点が動画撮ってなおかつ私服でサンダー着倒してみてよかったよっていうアイテムかなっていう感じですね。ぜひ買い物の参考にしていただければと思います。特にこの1位のアイテムはねインナーとしてもこれから活躍できるアイテムだと思うのでね、ぜひちょっと目を向けてみてはいかがかなというふうに思います。そんな感じでね終わりにしようかなというふうに思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you